今年もやってきましたね、この時期が。この時期って、アニメのやつです。ちょっとそれはざっくりしすぎじゃないか。さすがにもう少し詳しく説明してよね。東王は言っても前の人がしてると思うので、さっさと着替えて作りましょう。ということで今回もコナン料理を作りましょう。前回は安室さんのサンドイッチだったわね。今回は何作るか決まってるの？そりゃあ、もちろん決まってます。こちらの蘭のレモンパイを作りますよ。これ焦げてないから原作再現できてなくない？確かにこれは原作再現とは言えませんね。頼むから実況で焦がすのはやめてくれよ。最初はレモンをスライスするみたいですね。ねえ、レモンじゃないのよ、珍しいわね。なんか全然売ってなかったですよね。スライスしている間に今回の服装紹介しましょう。さなえもは青炭高校の制服よね。ミコさんは夏服バージョンですね。そして私は某会社とコラボした時の制服だな。いつも可愛く描いていただいております。戸田さん本当にありがとうございます。このスライスしたレモンは種も取るのか？もちろん全部ちゃんと取り除きますよ。それにしてもなんで実を取り出すんじゃなくてスライスにしてるのよ。はぁ、ミコさんともあろう人が愚問ですね。え、そんなダメだって。面倒だからに決まってるじゃないですか。私が後で作ろう。そう思った猫であった。え、何それマジで作らなきゃダメなの？東王全作ってもらいますからね。材料はほぼ同じですが、正直に手非なるものでした。私もあんなに差がつくとは思わなかったのぜ。種を取ったら上白糖を加えます。結構いっぱい使うんだな。反射して一切見えませんが、1カップの 130g 使ってます。レモンから水分が出てくるので、30分ほど放置ですね。時間が経ったら水分が出てくるので、そこに水を 50ml 加えて弱火にかけます。後で身だけを取り出す方を紹介するんだけど、私はこの皮の感じが結構苦手なのよね。焦げないように弱火で時々揺すりながら、皮が柔らかくなるまでおよそ20分ほど煮詰めましょう。そして何分か経ったものがからのさらに何分か経ったものがだいぶ変わりましたね。そしたら水を切るためにザルに開けておきましょう。これでこの工程は終了だな。あとはレモンカードとアーモンドクリームですね。作業的に一番時間かかるのはこのコンフィチュールですね。もう残りの材料は全部測っちゃいましょうか。最初はどっちを測るんだ？確かレモンカードですね。名前結構順番忘れがちだよな。撮影が結構前なので許してください。まず最初は無塩バター様が 10g、 続いてグラニュー糖が 30g、 そして卵が1個、最後にレモン果汁が大さじ2ですね。この4種類がレモンカードの材料となります。続いて無塩バター様 30g、 グラニュー糖 20g、 アーモンドプードルが 25g、 そして卵2分の1を合わせた4種類がアーモンドクリームの材料です。それではそれぞれサクッと作りましょう。まずはレモンカードから作ります。バター様を溶かしたらレモン果汁を合わせます。さらに卵を合わせて、その流れで砂糖も一気に合わせちゃいましょう。結構一気に混ぜちゃうんだな。なんかもう大丈夫そうなら一気にやっちゃえってなっちゃいません？あー、からお菓子作りちょこちょこ失敗するのよ。返す言葉もございません。なんかちょっと重くなってきたんじゃないか？いい感じになってきましたね。ヘラで混ぜたら鍋底が見えるくらいのもったり加減になったら OK です。器に移してアーモンドクリームを作りましょうか。まずはさっきと同じように無塩バター様を溶かします。先に言っておきますが、残りは全部一気に入れて大丈夫です。完全にさっきの根に持ってるじゃない。ところで新一の好物がレモンパイと言われてますが、実際そんなことは一言も言ってないんですよね。あれ？でもそんな話を聞いたことある気がするんだぜ。それは多分内田あさりって人の発言ね。その人ってどんな人だっけ？昔新一がいた青炭中学のサッカー部マネージャーですね。あさりさんが最初レモンパイを作っていった時に、新一だけがまずいってはっきり言ったんです。それで新一が美味しいって言うまで作ったのよね。別にレモンパイが好物じゃないのに。苦手じゃなかっただけよしとしましょう。いくらなんでも3ヶ月間は長すぎよ。あとあさみさんはランさんに嫉妬してて、ちょっとした意地悪でレモンパイが好きっていう嘘と変な作り方も教えてたんですよね。私まで勘違いしちゃったのぜ。本当に称号もないわね。まあまあ漫画ですから。で、実際の新一の好物って何なんだ？ランさんが作った料理なら何でもよくて、敷いてあげればカレーと公式設定がありますね。と言ってる間に混ぜ終わりましたね。これも作り終わったら器に移しておきましょう。さて、あとはパイを敷いて組み立てます。可愛いけどせめてコナン関係にしない。アイちゃん置けばよかったですね。さて、浮き孔したところにパイ生地を置いて。これ狭くないか？めっちゃ狭くてやりにくいですね。大きいまな板使いなさいよね。でこのままやってるし、冷蔵庫から出してそんな立ってないから伸びないですね。ここに来てグダグダすぎる。気合で伸ばしたのでタルト台にかぶせましょう。あれ？材料乗ってなかったっけ？あると思ったらなかったんですよね。材料は効くのでそれっぽければ何でもいいですよ。縁まで生地を貼り付けて、余った部分をピロピロっと外して。これ外すの結構気持ちいいよな。ごめん、ちょっとよくわかんない。あれれー、おかしいぞー。それやりたいだけじゃん。あってれー？じゃなくて、あれれー？だから注意してくれよな。この知識使う場面そうそうないですよ。そしたら上にかぶせるパイを網網にするやつでコロコロします。便利なものがあるんだな。ミコさんも使います？ワンチャン使うかもしれないレベルね。ここまで用意できたら最後の組み立てです。まずはアーモンドクリームをまんべんなく敷きまして、
その上にレモンカードを重ねます。今回はそうにしてますが、マーブルにしてもいいですよ。均一にするのとは違って味の変化があるわよね。そして水気を切ったコンフィチュールを乗せましょう。そんなに皮が柔らかくなさそうなんだが。これ作るの2回目なんですが、そうなんですよね。何度でも言いますが、作る場合は、この後のミコさんの方をおすすめします。アリアミのおささっと乗せまして、ペタペタっと周りを囲いまして、卵黄を塗り塗りしましょう。終盤サクサク進んでるな。ミコさんのパートがなくなっちゃうのでね。いや別になくてもいいわよ。めっちゃ楽しみなので尺取ります。なんでサナエが楽しみにしてるのよ。それではオーブンで分します。いってらっしゃーい。ということでいい感じで焼き上がりましたが、しかし皮が硬かったのでミコさんパートへ。一食すらないのマジ？まあいいけど、レモンカードとアーモンドクリームは全く同じ材料で作るからサクッと流すだけにするわね。それじゃここから違うところね。まずはこのレモンたちを、せーの。この分け方正気ですか？かなり面倒そうだなこれ。面倒だけど仕方ないじゃないのよ。皮は黄色い部分だけ使うからピーラーがおすすめよ。で、どう切ったかっていうと、これはわかりやすくピーラーにかけてないけど、皮は身に沿うように削ぐといいわ。そしてこの薄皮を残すように包丁を入れるといい感じに身だけ外せるのよね。これは種を取りながらって感じですか？やってると種が邪魔だから自然と取っちゃうわよ。これを必要な個数分やってね。ほんとよくやるよなこんなこと。やっぱり正気の沙汰じゃないですよ。殴るわよ。暴力反対。あ、そうそう薄皮は絞ってレモン果汁を取っておいてね。今回は上白糖を 120g 使うわね。そして水を少し足して、弱火で煮詰めてる間に別の作業をするわね。あと煮詰めてる時にアクが出ると思うから、そのアクはしっかり取り除いてね。黄色い皮の部分をみじん切りにして。こんな感じになったら、しっかり沸騰させて少し経ったらすくい上げて、またしっかり沸騰させてね。ミコさんは何回やったんですか？私は3回繰り返したわね。そういえばザルに開けないのは理由があるのか？網の部分からほとんど流れ出ちゃうと思うのよね。言われてみれば確かに。皮の処理が終わったら、煮詰まりつつあるところに全部入れてさらに煮詰めるわよ。そういえば紹介が遅れましたが、今回の企画者様はいつも通りかりんさんです。新年のアニメ系の定番ね。今回は人数が多いため省略しようかとも思いましたが、プレミアリレー形式なので、前後の方の紹介をしましょう。まずは私の前はコウマカンキッチンさんです。そして私が企画してることの被害者の一人です。デミリアにも衣装があって、もちろんフランにもあるのよね。私がフリーレンで、私がフリーレンの仲間の勇者ヒンメル、私は魔族のアウラだぞ。じゃあ敵だね。そして私の次はひな兄さんです。ひなの隠れ家というチャンネルでゲーム実況をしていて、半年ちょっと前にお料理チャンネルを立ち上げてました。開幕ニコニコ本社を爆破してた時が懐かしいわよね。もはや隠れ家が隠れてないと私の中で有名です。参加者サーバーに入った時にいてびっくりしたよな。いい感じに煮詰まったわね。もはやジェムだな。パンに塗ってもいいわよ。やっぱりあのコロコロ使うのやめとくわ。まさかアムンですか？適当にそれっぽくやってみるわ。こんな感じでいっぱいリボンを切っておいて、サナエの時みたいにレモンカードを塗って、その上にアーモンドクリーム、最後にレモンのジェムを乗せてね。そういえばジェムとコンフチュールの違いってなんでしょうね。ジェムのがゼリー状で甘くて、日本の雨林規格で40度以上らしいわよ。だから今回どっちかと言われるとジェムね。本当に編んでくんですね。まあ、切っちゃったからね。こんな感じに一つ置きに持ち上げて、一本リボンを置いて戻すのをどんどん繰り返すのよ。あと間は開けたくなかったんだけど、なんか足りなくなりそうだから仕方なく開けといたわ。これでやっと一編みって感じですね。これまた時間かかりそうな。だからめちゃくちゃ倍速するわね。徐々にそれっぽくなってきましたね。縁は折り込むか被せるかなんかしてね。そしたら最後に卵黄を全体に塗って、オーブンで分したらついに完成ですね。これオーブンの上段で焼くべきだったわね。それじゃあとは任せたわよ。サムネ取ってきますね。それでは実食といきましょうか。それにしても厚さがあるのでサムネが取りやすいですね。薄いと結構取りにくいわよね。ところでこの器って、あーね、このために買ったのよ。このためだけに。まあ別の機会にでも使えるしいいんじゃないか。そんなことより私はさっさと食べたいんだぜ。それじゃいただきまーす。酸味と甘みがちょうどいい感じで美味しいんだぜ。本当は一日寝かせた方がいいんだけどね。誤差ですよ誤差。美味しければそれでいいんです。ところで皆さんは初詣でおみくじは引きましたか？私は吉でした。場所によっては結構いい方よね。そうなんですよ。意外と上の方なんですよね。まあでもおみくじってリセマラ可能なので。おみくじのリセマラはヤバすぎる。ありがたみのかけらもなくなるな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。